はい、ではちょっと久しぶりになってしまったんですけれども、YouTube に動画をアップしたいと思います。で、テーマはもちろんこのコロナですね。アフターウィズコロナ時代にどう中小企業が対応するかというテーマでやっていきます。で、うちのお客様はもうほぼ全てが中小企業の経営者ということなんで、まあ非常に大きな影響も出てくるところが増えています。でもちろん、飲食店とかですね、美容室とか今話題になっている、業界ももちろんそうなんですけれども、全く違う業界ですね。例えば、工事関連とかリフォーム業とかもですね、結構その中国からの部品が入んないで、その工事が進まないとか、なんかそういうこともあったりしてですね、意外と飲食とか旅行とか、そういう店舗ビジネス系だけじゃないところにも影響出てきているなという感じがしています。まあそんなわけで、まあ今回はこのテーマで、なんとかこう皆さんの役に立ちたいなと思って、いろいろ今情報発信をしているところです。で、今回はアフターウィズコロナということで、まあ今ね、まさにコロナが、コロナの影響で緊急事態宣言が出てますけれども、2020年4月の今日は9日かな、出てますけれども、このコロナに関しては波が2つあるかなと思ってまして、まず1つ目が、まあ今ですよね。今この緊急事態宣言が出てる、まさに今。この時にどう対応するかっていうところがまず1つ大きな、波になってくると思います。で、これもちろん皆さんね、いろんな融資とか今、国からの補助とかもいろいろ、発表されてますけれども、まずそこに対応して、この波を乗り切るっていうところが一番の、今もちろん大事なポイントですね。で、これに関しては、まあ、いろんな YouTuber とかですね、いろんな情報が今ネット上に出てますので、そちらを参考にしていただいて、まずここの、今とりあえず5月のですね、頭ぐらいまでが緊急事態宣言なんですけれども、まずそこまでを生き残るっていうところが、まず、まあ、当然ですけれども、大事なポイントになってくるわけです。で、もう一個の波っていうのが、それが大体終わった後の話なんですよね。コロナが大体収束したなっていう時のタイミングにどういうビジネスをしていくかっていうところが、まあ、もう一個の波としてあるかなと思っています。で、それが、まあ今年の夏になるのか、もしくは年末になるのか、まあ来年までですね、かかるのかわかんないんですけれども、まず目の前の問題に対応するっていうことと、もう一個、その終わった後にどういう対策を取るかっていうですね、この二つの波があるかなと思っています。で、この動画ではどちらかというとその二つ目の波ですね。もうちょっと将来を見据えてどうビジネスモデルっていうのを作っていくかっていうところが、大きな、ポイントになってくると思いますんで、そこの話をしたいと思います。で、その第一の波、今現在の波に関しては、まあ私が言うまでもなくですね、いろんな人が語っているので、そちらを使っていただいて、とりあえず今、お生き残るっていうことをやっていただければと思います。でですね、まあ今回パンデミックが起こってるわけなんですけれども、これはですね、まあ、いろんなこう世の中の流れを見てみると、こういうパンデミックとかですね、大災害とか戦争が起こった後って、結構やっぱ人々のこう価値観が結構変わってくるんですよね。その消費のスタイルとか、まあ、今回働き方とかですね、そのこう人の価値観が変わってくるので、当然だからそれに対して私たちも、その会社の運営の仕方とか、そのビジネスモデルとか、商品とかサービスとかっていうのをやっぱ変えていかないと、さっき言ったその第二の波にも対応できないということなんで、やっぱりこう会社って、社会に求められて初めてこう存在できるっていうことなんで、そういうこれから、パンデミックが収束ある程度した後にですね、まあ、人々の価値観が変わった後にそれに対応するビジネスをやっていかないと、今乗り切ったとしてもやっぱりついていけないということになってしまうかなと思います。なのでこのアフターコロナですね、このコロナが終わった後、ある程度終わったと。もしくはこれ最近ウィズコロナっていうふうに言われてますけれども、まあ、コロナって基本的に、まあ、例えば今年収束したとしても、もう一回来年やってくる可能性があるので、人類ってやっぱりずっとこのコロナと、生き続けるっていう可能性があるわけですね。なので、ウィズコロナということで、まあ、そういう時代に何が変わるかっていうところですね、これをちょっと考えていかないといけないと思います。で、まずですね、どういう変化がこれから起こるかっていうところで、いろいろ言われているところをちょっとまとめてみました。で、それはこの6つですね。巣ごもり消費、オンライン化、リモートワーク、反グローバル化、自立分散化、グリーン経済というところで、ちょっとこれ一個一個、
紹介していきたいと思います。で、巣ごもり消費ですね、これ、4月の頭ぐらいから言われ始めたんですけど、もともとですね、これアメリカで、シャットインエコノミーっていう記事が出てるんですね。これ3月の後半ぐらいですかね。で、これが結構バズってですね、これも要するにアフターコロナの話をしてるんですよね。このみんながステイホームしてるわけですね、今それで。それで今いろんなものをネット上でこう関係させようっていう、まあ、そういう消費のスタイルが起きてるんですけども、この流れっていうのは実はコロナがある程度収束しても変わんないんじゃないかっていうことですね。なのでそれがもうシャットインエコノミーだと、家からもう全部やるっていうその経済がもう定着するんじゃないのっていう話、まあ、そういう記事が出てるんですね。で、この流れって結構不可逆っていうか変わらないかなっていうことなんですね。で、まあ、このシャットインエコノミーっていうのを多分日本語にすると、まあ、巣ごもり消費ということで、まあ、この言葉が今最近使われているというわけですよね。で、実は私もですね、まあ、起業してから15年ぐらい経ってるんですけど、ほぼ在宅ワークなんですよね。まあ、要はずっと巣ごもり消費をしているわけなんですけども、一旦これに慣れちゃうと、まあ、これでいいかなと思っちゃうんですよね。で、まあ、ちょっと後でこれリモートワークの話もしますけれども、やっぱ時間がね、すごいできるんですよ。外行かなくていいので、すごい有り余る時間が意外とできたりするんですよね。で、そこでいろんなことができるので、実は、うまくやると非常に生産的な生活を送れるっていうことで、まあ、そういうのに一旦慣れちゃうとですね、そこから戻れなくなっちゃうっていうことで、これが続いていくということが一つあると思います。で、その時代にどうやって自分たちのビジネスモデルを作っていくかっていうところが結構大きなチャレンジかなと思います。で、二つ目がオンライン化っていうことで、まあ、これは前から進んでますけれども、今回リモートワークとかテレワークが話題になった時に、結構日本の企業ってオンライン化進んでないんだなっていうのがね、出てきたと思うんですよね。例えばそのハンコを押すために、会社に行かないといけないとか、まあ、なんかこう、郵送物取るために会社に行かないといけないとか、まあ、結構なんかそういう、未だにアナログなことが結構行われているなっていうのが今回露呈したと思うんですよね。で、それではやっぱりこれからの時代やっていけないっていうことで、オンライン化はさらに進むと思います。で、これオンラインでその商品を売るとかサービスを売るとかっていうのはもちろんそうなんですけど、あとバックオフィスですよね。さっきみたいにこう、稟議書、そのいわゆるこう、判子をしてしないといけないとかっていうのがもう今どんどんなくなっていくと思いますね。で、うちも全部そういうバックオフィスはオンライン化しちゃって、契約書とかも今、オンラインでできるやつがありますんで、それでやってますし、まあ、そういう経理の仕事とかも全部オンラインのサービス使っているので、まあ、バックオフィス系の仕事は全部オンラインで済ませるということですね。まあ、税理士さんもいますけれども、まあ、担当している人とは多分ほとんど会ったことないですかね、ここ6年ぐらい。まあ、全部オンラインでできるという時代になっているんで、まあ、そういうのを使って、会社の運営をその効率化していくっていうところが、ますます進むかなということですね。で、あとですね、店舗ビジネスですね、その飲食店とか美容室とかですね、一見さ、あんまオンライン化できないような業態についても、実は今回ちょっと、これを露呈したと思うんですけど、そのエンドユーザーですね、お客様と直接こうオンラインでつながれるツールっていうのがあるかないかで結構変わってくると思うんですよ。例えば、飲食店でお客様にこうメルマが出せる仕組みがあるかとか、美容室で、LINE でお客様とコミュニケーションできるツールがあるかとか、まあ、それを持っているお店と持っていないお店だと結構違うと思うんですよね。まあ、例えばその今回緊急事態宣言で、いつからいつまで休みますっていうのをですね、そういう情報を直接お客様に提供できるとか、今こんな状況ですっていうのを直接お客様に伝えられるとか、もしくはこのいつからオープンします、いつからサービスを開始しますっていうのですね、いち早くそのオンラインでのコミュニケーションを取れる手段があることでできるわけですね。で、それができないと、もう1ヶ月も経つとですね、お客様忘れちゃうので、やっぱり、終わった後に来てくれないんですよね。こういう自粛要請が終わった後にも来てくれないってことがあったりすると思うんで、やっぱりそういう時に備えて、お客様と常にコミュニケーションを取れるオンラインのツールっていうのをやっぱ用意しておくっていうことが非常に大切かなと思います。あとリモートワークですね。これ実は別の動画でまた撮ろうと思ってます。詳しくですね。私も15年ぐらいリモートワークやってますんで、結構ノウハウがあるので、別の動画でやっていきたいと思います。で、リモートワークって単にオンライン会議システムがあるだけじゃダメなんですよね。まあ、そういうツールの問題ももちろんあるんですけれども、
特に組織運営している場合にはそのコミュニケーションの仕方が全然違ってきたりするので、それのメンバーとのコミュニケーションの仕方とか、あとリーダーシップの取り方とかマネジメントの仕方っていうのも、あの目の前に部下がいる状態とは結構違ってくるんですよね。そういう考え方の問題、ツールの問題、考え方の問題と、あと実際これ今最近なんかネットでバズってますけれども、結構あのリモートワークで家にいるのが辛いっていう人結構意外といるっていうのに、ね、最近気づいたんですよね。まあ、自分の場合はその家に引きこもってるの結構好きなんで、まあ、ちょっとあんまり信じられないんですけど、そういう人のことは、家にいるって結構ね、贅沢なことなんですよね、今の時代で。そういった状況に耐えられるっていうか、そういった状況にそういった状況をうまく活用できるそのセルフマネジメントのやり方っていうのが結構あったりするので、まあ、その辺の話をね、ちょっと今度また別の動画でやっていきたいなと思います。で、まあ、というわけで、このリモートワークももうこれ不可逆ですよね。もう会社に行かなくていいっていうのに一回慣れちゃうと、みんななかなか戻ってこないっていうのがね、あると思うんですよね。で、今回しかも、通勤電車、今徐々に緩和されてると思うんですけど、満員電車がですね。まあ、あれに乗らなくていいんだっていうことがみんな、習慣化しちゃうとですね、これも不可逆の流れになると思うんで、どうやってリモートワークで、その生産的な組織を作るかっていうのが、結構鍵になってくるかなと思います。次、反グローバル化っていうことですね。まあ、これもですね、まあ、ちょっとさっき冒頭で話しましたけれども、意外とどんな業界でも今、中国に依存したりするんですよね。で、それが結構今決定的なダメージになっているっていうところがですね、結構あったりすると思うんですよね。で、これまではグローバル化がどんどん進んでいって、国境がもうないみたいな感じだったと思うんですけども、まあ、この前も EU からイギリスが離脱しましたし、まあ、アメリカはね、そのメキシコとの国境にでかい壁作ってますし、グローバル化することのデメリットとかリスクをみんな感じ始めていると思うんですよね。で、これも結構もう一回やっぱそれってまずいよねっていうことになってるなってくるはずなので、反グローバル化ってことで、国内でいかにこうやりくりしていくかっていう、その国としての自立度を高めるっていうことが進んでくると思うんですよね。で、そういった時代にどうやって、その今のビジネスを保っていくか、もしくは改善していくかっていうところも結構大事になってくるかと思います。あと自立分散化ですね。これは組織運営の方法が自立分散の形になっていくということですね。これ自立分散ってどういうことかというと、まあ、そのメンバー一人一人がですね、ちゃんと実践を持って働ける組織っていうことですね。で、これリモートワークと一緒にこういう組織にしていかないとなかなか成り立たないっていうことだと思うんですよね。で、これまでそのオフィスにいてですね、上司が部下の仕事を、まあ、要は監視するっていうのがその上司の仕事みたいな組織あったりするんですけど、古い組織だと。もうそういうのもうなくなりますよね。リモートワークだとそもそも部下の仕事を監視したりこうすることできないので、上司の人も別のやり方でそのチームを運営していくっていうことを求める時代になっていくので、で、こういう文化を作っていくっていうことができないと、やっぱりなかなか人も集まらない組織になってくるかと思いますね。で、次、グリーン経済っていうことで、まあ、これはね、まあ、昔もちょっと流行ったんですけれども、まあ、要は、倫理的なビジネスをしているとか、なんかこう、地球に優しいビジネスをしているとか、こう人として正しいビジネスをしているっていうですね、まあ、そういう会社に今、お客様とか、社員がどんどん集まってくる時代ということですね。で、今回もですね、まあ、こういうパンデミックがあると、みんなもう、露呈するわけですよね、ちゃんと倫理的な行為をしている会社とそうじゃない会社というかもう露呈してくるので、そうなってくるともう今の時代倫理的じゃないことをやっている会社にはもう人が集まらないという時代になってくると思います。なので、いかにこう自分たちのビジネスが倫理的に正しいことを正しい存在になるかっていうところ、それをどうやって表現するかっていうところが、まあ経営者としては求められてくるかなと思いますね。はい、そんな感じで、これから変わっていくであろう消費者というか人々の価値観について、まあ、6つ、ご紹介しました。まあ、これは今日話した内容っていうのは、まあ、こうなるだろうっていう予測というか今起こっていることなんですけど、じゃあこれに対してどうやって対応していくかっていうことに関してはまたちょっと次の動画でご紹介したいと思いますので、そちらでですね、また見ていただければと思います。はい、というわけで、まずチャンネル登録をお願いしますということで、
まあ、中小企業向けにいろんなコンテンツ、役立つコンテンツを提供しますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。あともう一個、あと概要欄からですね、見ていただくとメルマガ登録できるところがありますので、そこから登録していただくと、無料レポート今配布してまして、社長不在で成長する会社の作り方っていうですね、レポートを書いてますので、まあ、これはあの世界中で成果を出しているやり方なんですけれども、そのレポート見れますので、ぜひ登録してください。じゃあ今日は以上となります。